で私のテーマはこの自分の生まれ育った地域をここが好きとかここで生きててよかったなってここにいる自分が好きっていうふうに思える地域にしたいなっていう思いがあってあの今の自分に至っています。まあ、挑戦者って何かっていうと、まあ、企業家とか社内企業家だけ、まあ、だけじゃなくて、まあ会社の中で社会人としても挑戦するっていうのが一つだと思いますし、まあ、そういった人たちが生まれるような仕組みを、社会構造、から作り上げていきたいなっていうふうに思っております。なんか社会をなんか面白く変えていきたいとか、自分の内なる思いからなんか社会を作っていきたいみたいな人たちと一緒に何かをやっていくっていうプロジェクトをやってます。高校時代友人と自分たちの持っているスキルでどう世の中を良くしていけるかなどやっぱり考えることが多く、その中で出たビジネスプランなどを形にすることができたら、また同じように自分たちの力で世界を未来をより良く変えていこうという同じような志を持った仲間と出会えると思ったからです。はい、僕は将来生活をより良くするようなロボットといいますか、ものづくりをしようというしたいなというふうに考えていまして、その中でも介護に関すること、今少子高齢化とかで若者の負担がすごいと思うので、それを少しでも負担を減らせるようなものを作れたらいいなというふうに考えているので、今回の活動でまあその実際に具体的に何を作るかというのを考えれたらいいなというふうに思います。一緒に活動するメンバーがすごいたくさんいて、いろんな考えを持っている子たちが多いので、その話を聞くのも楽しい、面白いですし、メンターで先輩方の話を聞くのがすごい今楽しみです。他の大学の方たちと交流する機会があったんですけど、その自分の大学の中だとあまり得られないような価値観が得られたので、それも良かったと思います。私は静岡日本大学4世の広と申します。私が提案するのは自分だけの水槽付き救出です。皆さん、勉強したいけどこういう問題あると思うんですよ。だったら自習室で勉強しようっていうところに考えがつくと思うんですけど、でそこで今年々自習室って増加しています。ってことは需要があるということですね。皆さん、世界に有名なお茶とは何でしょうか。スタバの、鹿児島であったり、長野や金杉の京都であったりありますけれども、世界で有名な指導家茶カフェはどこかにありますでしょうか。ないんですかね。で、2つ目に、指導家茶の良さがあまり深く聞いてないことです。指導家茶の良さといいますと、まず、色っぽい緑色だったりとか、含ましてならではのお茶の味が深く楽しめるような特徴があります。そして、何よりも扱いやすい、甘みとか、甘みとか、砂糖を加えるみたいな甘みを持って、お茶の味を楽しみながら美味しく作ることができます。学校といっても、今あるその学校を使うってなったら少し難しい部分もあるので、廃校を生かそうと考えて、廃校が今どのくらい日本にあるのかということを考えたところ、1424校が活用待ちで、かつ廃校である事実があったので、そこを活用できたらいいなと考えて、廃校の記載をやろうと考えています。
イベントの内容を具体的に組んでいました。イベント名は放課後音楽祭で、テーマは放課後に集う大人たちの音楽フェスということで、もう学校に足を踏み入れることがなくなった大人の方々をターゲットとしてイベントができたらと考えています。調査をしたんですけど、やっぱり彼らたち の、まあ、日本語能力向上のために一番欲しいというものは、まあ、やっぱり日本人との会話チャンスという声が多かったので、まあ、次のようなビジネスモデルを考えています。ミャンマーにいる学生たちと、まあ、自分の友達とか日本にいる知り合いとかを知り合いとかが一緒に交流できるオンラインコミュニティを作って運営していこうと考えています。講座で学ばれたことはですね、理論や、技術だけではないと思います、新たな、価値を創造し、社会に、貢献する手段を、学ばれたかと思っています、そして、その手段を生かしてですね、今後さらに、大きなチャレンジをしていただくことを、期待するとともに、この講座で 学ばれたことがですね、皆さんこれからの、人生にとって大きな財産になるであろうことを信じております。日本にはいろんな難しい課題があるので、それを皆さんがですね、普段培っていただいたいろいろなですね、経験、あるいはさまざまなアイディア、さらには実行力を通して、切り開いていっていただきたいなというふうに思っています。で、そういう意味ではこういう場をですね、皆さん活用していただいて、大学のまあ、違う大学同士、それから同じ大学でも専門領域が違う者同士が集まって一つのチームを作って、そこでいろんなものを作り上げていくという経験はとても素晴らしいことだと思っています。今回のプロジェクトに参加した感想としては、もともと起業に少し興味があったぐらいで、その他はもうノリで参加したっていう感じなんですけども、本当に自分の人生経験の中であまり関わったことない人にも関われて、いろいろなお話もできて人間として成長できたなとは思ってます。これからは今日発表したプロジェクトを進めていくかどうかまだ迷ってる段階なんですけども、今回のプロジェクトで身につけた人との対話能力であったり、アントリプレナー的思考を持ってこれからの人生を歩めたらなとは思っています。多くの人たちがやっぱり起業をしたいし、この自分のやってみたいことを やりたいとは思ってるんだけど、なかなか行動に移したいんじゃないですか。でもこのムーブオンに関しては2ヶ月で、ゼロから形あるものに作っていくっていうのが、作ることができて、自分もあんまり、例えば日本文化を伝えたいけど具体的にどういうことを知りたいかはまだあんまり決まってないだったんですよ。だったんですけど、この2ヶ月で、いろんな方々のアドバイスであったりとか対面であったりとかで、自分のプランを磨いていきました、いくことができました。で、最終的には僕は、抹茶を世界にアメリカに広めていきたいと思います。で、私自身は参加する前全然起業とかに興味なくて、自分のアイデアだけ自体あったんですけど、実際これを誰かにぶつけてみたいっていう気持ちがあって参加させていただきました。で、実際参加するにつれて自分のアイデアがどんどん打ち砕かれていったりとか変わっていったりしたものの、だんだん自分が目指していく、情熱っていうところを探すことができて、すごいいい機会になりました。本日はありがとうございました。はい、